ばんは。お久しぶりになってしまいましたが、皆さん元気でしたでしょうか。まあ明日もあるんで、今日はちょっとしかできないんですけど、ちょっとだけショールームやろうかなって思うテンションになったので、ちょっとだけお話ししたいと思います。そう、ここ数日はショールームやってなかったんですけどね、なんか SNS とかアメブロはなんかやってるんで、そういうのでそういうので見てくださったら嬉しいなと思います。そうですね、いつからショールームやってなかったか分かんないんですけど、ここ数日はやれてなかったかなって思うんですけど、ちょっと川島の卒業公演とかルカさんの卒業公演とかあったりして、いろんなことがありましたね。いいねお姉さん復活、いいねお姉さん復活してないので、いいねお姉さん復活してないです、別に復活してないですし、いいねお姉さんっていうものはもうなくなりました、なくなりました、ただの気まぐれです。あれそうそうそう、そうでしたね。なんか自分が思ったよりなんか寂しいんだなっていうことに気づいて、結構なんかピエンってなってしまって、ショールームを楽しくできる自信がなかったので、ショールームをやらないでおきましたという感じですね。まあ、今日はちょっとだけやろうかなっていう感じで、またねもうゼップツアーがあと5日とかなんで、そう、ゼップツアーもあと5日で始まるので、名古屋が、そうなんですよ、ゼップも始まるんで、まだちょっとしばらく最後の山ごもりに入ると思うので、ショールームできなくなると思うんですけど、ゼップツアーに来てくださる方はそう、ゼップツアーに来てくださる方は、まあ、そこでのねパフォーマンスとか頑張るので、ちょっとねそこまで待っていてくださったら嬉しいなって思います。なんか、あ、本当ですが、2階席の人もいるし、前の方の人もいるし、そう、だからもうまたしばらくちょっとできなくなるかもしれないんですけど、ゼップもあるし、私焼津もあるので、そう、いろいろと頑張りますね。なのでまたちょっとねしばらくショールームできないかもしれないんですけど、まあ待っていてくださったら嬉しいです。また落ち着いたらショールームやりますのでね。そう、公演自体は まだね すぐすぐはないじゃないですか、発表されてるのは。だからまたちょっとゼップとかがあるんで泣くと思うんですけど、だからゼップで会えたらいいなっていう感じなので、焼津とゼップよろしくお願いします。私もそこに向けてまた頑張って、ちょっとショールームとかお休みになっちゃうかもしれないんですけど、頑張りますのでね、待っていてくれたら嬉しいなと思います。ツアー今回ね2公演っていうこともあって、普段最近公演、劇場公演は1回しかやらないのでね、そういう体力的な部分もあると思うので、いろいろと頑張っていきたいと思います。あいあいさー、
そんな感じですね。今日は時間がない公演だったんですけど、今日からもうチマもルカさんもいない K2 ということで、もうなんか全然違くて、全然違いますね。2人減ると2人減ったなって感じがすごくしますね。私もすごいなんか卒業公演とかはね、まだ本人いるからあんま実感しないんだけど、いなくなって気づくいたなっていう気持ちで、ちょっとね寂しくもあったんですけど、まあこれからもやっていくしかないので、寂しさを抑えつつ頑張っていきたいなと思います。はい私は思ったより寂しくて、ちょっと数日マジでテンションが本当に上がらなくてそうなんですよ、なんだかなって気持ちなんですけど、まだそんなすぐには切り替えられないし、いつも近くで一緒にいてくれたから、島とかいないのはもうマジで結構辛くて、って感じなんですけど、頑張りたいと思います。そうそして昨日は何だろう、昨日はカーティストさん、 RCC のカーティストさんについに放送日だったということ、ありがとうございました。くしくも惜しくもトレンド入りはできませんでしたが、来週こそは皆さんトレンド入りを目指して頑張りましょう。また出れるように、聞いてくださった方は分かると思うんですけど、なんかすごいいい優しい雰囲気でやらせていただいて、なんかでもすごいアンガールズのお二人もそうですし、住本さんアナウンサーの方もそうなんですけど、結構広島弁も交えつつみたいな、広島の訛りもありつつみたいな感じだったから、すごいなんかなんて言うんだろうな、めちゃめちゃなんかすごい緊張するかなって思ったんだけど、なんか全然緊張はなく、めちゃめちゃ楽しくさせていただけましたね。そうすごいだから、そうなんですよ、ずっとおしゃべりさせていただいてね、嬉しかったなっていう風に思います。ちょっとねもうね、私の収録場所が事務所だったんですけど、事務所のあれがちょっとねすごい、いつやる時もそうなんだけど反響しちゃうから、なんかちょっとあれかもしれなかったんですけど本当に嬉しいなっていう風に思いましたし、なんか改めてすごい、まあ元々がすごいね、みんなにもねリモートなのって聞かれるんですけど、番組自体はずっとねリモートでやってるんですよ。私が出る出ないかかわらずに、アンガールズの2人は多分東京にお住まいなのかな、そう東京で、水本さんは RCC の本社でという感じで、広島と東京をつないで多分ずっとリモートでやってて、そうなんですよ、そもそもがリモートの番組なので、私はそこに参加させていただいて、でもいい時代になりましたよね、ほんまにいい時代になったなってすごい思いますね。そうこれまでだったら出れてなかったかもしれないところをね、別の場所でもラジオが収録できるっていう、すごい環境ですね。そうってな感じで出演させていただいて、すごい夢のような気持ちにさせていただいたなっていうふうに思います。すごいタワーだ。
なんかしかも変わってるね背景が。私しばらくやってなかったからなんか星になってるね。後ほど最後に書かす、すごいタイミング。はい、後ほどタワーのお礼を書きますね。カーティストさんご出演おめでとう。タワー、ありがとうございます。そうなんですよ。そう、すごいね。自分も改めてアンガールズのお二人お仕事できるなんて思ってなかったからすごい嬉しかったですね。やっぱでもなんかわかんないけど出身地が同じっていうだけでなんかすごいなんか緊張しなくなった。でもめちゃくちゃお優しくて、そうすごい楽しかったし、なんかそれだけカープとか出れたらいいねって言ってくださったから本当に出れたらいいなと思うし、それ目標にね頑張りたいなってとだってって思います。本当にそう、今年の夏とか始球式やりたいですし、それだけカープ来年こそは出演できたらいいなって思うから、それを目標にまだ頑張っていきたいと思いますし、来週もそうカーティストさんありますので、ぜひ私のファンの人もそうですし、私のファン以外の方もこう一緒に聞いて SK ファンの人全員が聞いてほしいなって思います。また出演させていただけるようによろしくお願いいたします。そしてまた広島でお仕事ができる何かができるように頑張りたいと思います。今年に入ってね結構少しずつそういうのは叶ってきて嬉しいのでね、まだまだ出たいですね。今はテレビとラジオだったのでイベントとか、まあ、ライブもできたら嬉しいですけど、まずはね急なステップアップは厳しいと思うので、次は広島で何かイベントだったりね、なんかそういうのに出演させていただいてやっていけたらいいな思います。そうなんですね、来週もあるということで皆さんぜひよろしくお願いします。聞いてたくさん盛り上げてくださったら嬉しいですし、ハッシュタグでのツイートはあのリアルタイムでツイートするのも嬉しいですけど、全然関係ない時に今日聞いたら今日やってくれてもいいですし、もういつでもいいのでハッシュタグで盛り上げてくれたらすごい嬉しいなというふうに思います。なんかアンガールズのお二人もすごいファンの人を褒めてましたね。私のファンの人はすごいねって。そうだからまた出れるように頑張ります。まあ一旦来週ね、一旦来週聞いていただいて、また次はまた次の目標をね、そう最終的に始球式とそれだけカープに出れるように徐々にいろんなことをしていきたいなって思いますね。でも本当に今回のカーティストさんもファンの方がね私のことを話してたっぽいよみたいな感じで言ってくださって、そこからのご縁なので本当に今回のはすごいありがたいなって思いつつ、また次もできるように
頑張ろうという所存でございます。すごい楽しかったです。そうなんかカープファンの人とかからもちょっとずつ知ってもらえたり、フォロワーさんが増えたり、そういうのもすごく森下投手すごい、そうすごいと思ったので頑張ります。そうファンの人がいろいろと盛り上げてくださって、アンガールズのお二人もウェッピさんのファンはすごいですねって言ってたから嬉しいなって思いましたね。これからもたくさんカープを見つつ、お仕事も頑張りつつ、カープも見つつ頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。お風呂がうるさいので一旦止めて、あと5分ぐらいしたら終わろうかな。プロテインバーでも食べるか。もうすぐ夏も始まるので、皆さんゼップまだ売ってんのかな、ケイツ。チケット買えるかどうか、どうやったら分かるんだろう。公式サイト、研究生出ないんだ。オープニングアクトみたいなやんないんだね、今回は。ん？どうやったらわかんのこれ。チケットピア。ピアで買えるの嬉しいな。7日、うん、あ、7日昼公演売り切れてる。札幌、うん、札幌やばいじゃん。札幌来てよ、みんな。
札幌っぽいよ。確かに名古屋の夜公演の2階席ですね。来る予定がない方、まだチケットを購入していない方、みんな買いましょう。ゼップ来ましょう、ゼップに。 K2 のセットリストもすごい楽しいと思うので来てください。マジで今の K2 は今しかないから来い間違いない。来年のZIPには全員いるとは限らないからね。去年同様、去年のZIPはゆずさんもエゴさんもいたんだぜ。ルカさんもチマも。俺が1年後見てください。もうねえや。やばくない？1年で K2 からも。1年で何人辞めた？去年ゆずさんと、ゆずさん、エゴさん、ちま、トルクル、4人かな、1年で。1年で4人も減って変わっていくんですよ。その時の K2 はその時しかないので、ぜひね、今の K2 を楽しみにしてくださったら嬉しいなって思います。最近も本当に感じます、そういうのを。今のメンバーとは今しか思い出作れないから、自分自身もそうだし、みんなとね。うん、ほんまに楽しんでいきましょう。なんか SKE 全体でやるコンサート、うん、 SKE 全体でやるコンサートってなったらさ、まあ人数多すぎてどこやねんっていうこともあるかもしれないんですけど、チームで回るゼップはチームの人数しかいないので、今 K2 だと15、えなちゃんいないけど、あれ14だけど、そういつも
劇場でやってる人数そんなに変わらずにね、うん、見やすいと思うのでぜひ見に来てほしいです。え、マジでね、ケツ来た方がいいよ。ゼップ楽しいから。なんか後でレポとか見てああ行っとけばよかったってなるんだったら絶対行きといた方がいいです。もうね、瀬取りとかやることとか言えないじゃないですか。だからもう言ってあげたいけど言えないからさもう来てとしか言えないんですけど、来た方がいいと思います。後でレポとか見て行けばよかったって思うくらいだったら最初から行った方が面白いと思います面白いと思います。また私も頑張ります。半になったら配信終わります。そしてお風呂入って練習します。推しはそう、いや私が卒業するとかそういう話をしているんじゃなくてですよ、チームズしてもどんどんね、そう変わっていくからさ。だってもしかしたらそれこそ千葉とかのファンの人去年行かなくて来年また千葉来年見ようって思ったかもしれないですけど、もういないですからね、ギリギリ、うん、だからまあ変わりゆくものなのでその瞬間を大切に。そう、新しいメンバーも入ってきたりとかのをしますけど、またねメンバーが変わると見え方だったりとか、そのなんていうの、あの揃ってる顔ぶれによってさ見え方が違ったりとかさするじゃないですか。そうだからその時の雰囲気とかねもういろいろあると思うからさ、今の K2 の雰囲気、今の K2 のなんていうの、そうそうそうみたいなのを楽しんでいただけたら嬉しいなって思いますね。そうです、まさしく。まあ私はちょっともう明日からまた最終山ごもりに入るのでショールームがちょっとできませんけれども、最終山ごもりを頑張りたいと思います。最終山登り、山ごもりを頑張りたいと思います。あら、私のことを忘れずにね、絶賛まで楽しみにしていてくれたら嬉しいです。こいこいさん今日も、あ、そう、ファンの人言ってましたね今日ね、劇場終わりにね。7日に山から、そうね、7日山降りれない、まだこもらないと。7日に山に一回降りて次は焼津の山に登るからちょっとしばらくはできないかも7日にね名古屋の山ごもりをしたら次は焼津の山ごもりをするから、だからちょっとしばらくできないかもしれないんだけど、ちょっと待っていてほしい。焼津も頑張るからさ。でもマジでさ、最近いろいろさ、あの
マジ本番近いんだなって思ったのがさ、ここ2日連続ぐらいでさ、マジでさ、あの全く覚えずにゼップに立つっていう夢とさ、八重洲もさ全然踊れ覚えていってない状態で八重洲のステージに立つっていうね、もう本番近いあるあるの夢をね、もうここ2日連続ぐらいで見てね、マジで汗汗って感じで朝起きてるんですけど、これはマジあるあるなんですよ。大きいコンサートとかライブが近くなると全く覚えずにポンってステージに立たされる夢とかなぜか見るんですよ。でも結構メンバーもこれまでもいっぱいそういう話してると思うんですけど、これなんかわかんないけど、多分常にコンサートとかライブのこととかを考えながら過ごしてたりとか寝たりするから、その頭の中でもずっとそのことがよいるんだと思うんですけど、なんかわかんないんですけど、しかもね完璧に踊れる夢じゃないんですよ。みんなそうなんですけど、みんな MC とかでもそう言ってると思うんですけど、公演のなぜかそう踊れない夢を見るんですよ。ゼップ全く覚えてないのにポンって立たされる夢とか、そう練習してないのにポンって立たされる夢とか、この2日ぐらい八重洲とゼップ両方とも夢出てきて覚えてないのに出るっていう夢を見てさ、マジうわ本番近いんやなっていうのを実感していますけれども、本当に終わるとピタッと見なくなるんですね。本番直前になるとそれ見るんですけど、そうそう、だから頑張っていきたい。そうなんですよ。でも八重洲もね割とすぐなんですよ。7日あと5日後にあって、八重洲は14日なので、私はゼップ八重洲ゼップっていう流れで7月を乗り越えるので、ゲッツだってゼップ、そうゼップ八重洲ゼップなんで、そこを一つずつ乗り越えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日のアップル、あ本当ですか、ありがとうございます。アップル隊からもついに折り面がいなくなってまして、K2 のユニットは折り面が全部フルの折り面が揃うユニットはこれでなくなりましたね、今回で。そう今回でっていうか、まあもう少しあるんですけど、そう転生もねもう折り面じゃないじゃないですか、エゴさん卒業して、でゴーフォーザドリームもルカさん卒業して折り面揃わなくなって、アップルもチマーが いなくなったのでもう折り面が揃うことはなくて、プレシャスもねゆずさんも卒業したから折り面揃うことなくて、ソラオはまだ折り面だけど9月でもう折り面じゃなくなるのでね、9月まだ3ヶ月ぐらいなのでね、ソラオもあと少しでね、あと3ヶ月です、あと3ヶ月したら折り面がフルで揃うユニットは1個もなくなりますね。本当に早いですね。うん、だからまあ楽しんでいこう、一個ずつ。まずは私は目先のゼップを頑張ります。またいろいろと練習が始まるんで、また頑張れ。最後にタワーお礼を書いてランキングを読んで終わりたいと思います。明日も練習っていうかあるんで、あちなみに昨日一昨日ブログも上げてるんで、ぜひブログを読んでくださったら嬉しいです。折り面がいる時にもう一度見とけばよかったって、そういう効果、あそうなんですよ、まさかチーマが
卒業するなんて。寂しいな本当にこういうのいなくなってすごい寂しいって思うよね。転生フリッピーつかみたい。確かにやりたいですけどね。ゴーフォーズドリームも一回やりたいな。あと先週おとといあげたブログにも書いたんですけど、次のブログの更新日がゼップツアーの日なんですよ。7日なんですけど、だからちょっと上げれないかもしれないですね。2回公演やって、まあ、その後いろいろね、すぐに家に帰れるわけではないので、その日はちょっとできないかもしれないっていうことなんですけど、もうまあちょっと数日後になったりとかするかもしれないんですけれども、まあちょっとこれはもう待っていてくださいばっかりで申し訳ないんですけど、ちょっと待っていてくださると嬉しいですね。そうライブがありまするのでね。そうなんですよ。しかもその次の14日も焼津があるんですけど、まあちょっと見つつ頑張っていきたいと思います。まあ、でも焼津に関してはちょっと場所が遠いんで移動時間とかにかけると思うんですけど、ゼップ名古屋はもう名古屋駅のところじゃないですか。だからね、名古屋なんで移動時間も全然ないということでね。そう、焼津はこのワンチャンロケバスの中とかでかけると思うんですよ。移動が長いから。そうちょっとでも名古屋は移動時間もないのでちょっとかけないと思うので、まあちょっと休む、一周休むかもしれないですし、もしかしたら焼津もあるんで。そうまあ来週のブログはちょっと上がらないかもしれないなって感じで待っておいてくれたら嬉しいです。その代わり今週のブログは結構長く書いたので、あの今週のブログを読んだり、アメブロは引き続き上げるんで、アメブロを読んだりとかしてくださったら嬉しいなっていう感じです。ということでそろそろ終わります。最後にフユピースさん、アットマークちくわあぶさん、ありがとうございます。タワーをくださったのでスクショタイムして、この後ランキングを読んだらもう終わりたいと思います。ごめんなさいなんですけど、明日もありまするので。すみませんがね、はい、スクショタイムをしますか。ありがとう、山ごもり無理のない、ありがとうございます。みんな優しいですね。ということでちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとゼップがあるので私はおいとましたいと思います。明日からもリハーサルなどを頑張っていきたいと思います。みんな次私に会うのはステージの 上で会うかもしれないんですけど、あのサイリウムとかフリフリして応援してくださったら嬉しいです。頑張ってゼップでも見つけますのでね、よろしくお願いします。あの2階の方の人とかはね、もしかしたらね、フッピどういよって思ってるかもしれないんですけど、マジで1回みんなステージに立ってほしいと思うんですけど、みんななんか信じられないなら1回立ってごらんなさいって言いたいんですけど、そうマジでステージ立ってる側ってなんか先生とかがよく教室でなんか先生からは全部見えてるんですからねとか言うんですけど、マジで2階席の端っこまで自分のファンとかがいるとめっちゃわかるんですよ。そうだからなんかフッピ見てないなとか思わずに、100角で気づいてるから本当に。そうだからね、見えてると思ってね、ピシッてしてくださいねそうちゃんと2階まで見つけるのでね。あとまあジャンボうちわとか、まあ、やっぱサイリウムはでもマストであると、サイリウムが一番の目印なんですけど、そう紫2本プラスうちわとかあればよりね分かったりするんで、
まあそんな感じで、まあ、サイリウムさえね持っとけばわかる、見つけられるのでね、サイリウム振って見ててくれたら嬉しいなと思います。マジで絶賛頑張るから、ほんまに頑張るんば。ということで終わりたいと思います。次は絶賛のステージでお会いしましょう。皆様またいろいろな焼津とか絶賛とかが終わった全部の後にファンの人とどんなだったみたいな感じでね、ショールーム配信するので、その時にまた感想を教えてください。それまで私はちょっとしばらくショールームできないと思うんですけど、ミナノ州待っていておくれ。配信しないこと以外のことは頑張ってやるので、アメブロとか SNS とかはなるべく上げれるように頑張るので、ちょっと長い時間を要してしまう配信はちょっと明日からまだちょっとお休みということで、ゼップに集中したいと思います。ではありがとう、みんな私のことを忘れないでね、すぐに戻ってくるから。13位オーベルさん、12位ヨシピーさん、11位ベンさん、10位 HSK さん、9位ボールさん、8位広島ラバーさん、7位パックさん、6位シゲルさん、5位ジュン猫屋さん、4位しんちゃんピーチャム様、3位ミニドン様、2位アボタ様、1位フーピースチクワブさんです。ありがとうございます。ではでは、そう、よろしくお願いいたします。そろそろ終わりたいと思います。まあ ZEP 楽しみましょう。楽しむことが一番なので、たくさん振ってたくさんコールして ZEP で ZEP 楽しかったなって思ってもらえたらそれで嬉しいので、頑張ります。ではバイバイちゃん、おやすみなさい。